はい、ありがとうございます。先ほどまでは小屋さんが味の素でペルー何をしてたのかみたいなところを話をお伺いしたんですけど、はい、この動画ではブラジルにも行かれてたと思うんですけど、ちょっと話題変えてアフリカも行かれてたと思うんで、はい、そこで何してたのかっていうところもお伺いしたいなってちょっと思ってます。はい、でアフリカでナイジェリアっていうところを選ばれたのって、なんか味の素にはもうナイジェリアしかなかったんですか？いやいやいや、そんなことないですよ。そういうのはないですよね。ペルーでうまくね、はい、自分が手掛けたものもよく売れてきたっていうのもあって、うん、割と初めて新しい事業を始めるところ、はい、そういうところを任される機会が多くなって、ね、あ、そうなんですね。だからナイジェリアに行く前もですね、はい、ガーナの栄養改善のサプリメントの開発とか、うんうん、インドに新しく法人を作ったそこでの新しい商品開発とかね、はい、カレーの素みたいなやつなんですけども、うんうん、そういうのもあった中でナイジェリアは、うんうん、歴史は古かったんですよ、うんうん、1991年に法人としては設立していて、そうなんです、ね、でその中でですね、2015年時点でまだ持ってる商品は MSG の味の素だけだったんですよ。他のものは一切持ってなかったんですね。ただその中で最初の 7,8 年はすごく苦労したんですよね、うん、でその後も全然売れなくて、うん、でそこで現金直売方式っていうのを入れるようになって、現金直売方式、はい、どういうことですか？それはもう我々営業マンが直接商品を市場に売りに行って、はい、でそこで現金を回収してくる。なるほど。ハイエースに、はい、商品をいっぱい持ってって、はい、市場に売ってる各店舗に直接売っていくってこと。あ、そういうことか、はい、直接下ろすってことですか、はいはい、でこんだけ買い取ってくれみたいな感じでそれで現金をもらってくる。そうです。それで国の中でですね、はい、今33支店ネットワークが今あって、直接市場の中にね、はい、みんな担いで売りに行くっていう方式になってるんですね。まあこれ味の素がもともとアジアで成功した方法で、うんうん、タイもベトナムもそこから始まってるんですね、うんうん、なるほど、そういうパターンなのか。で実際ナイジェリアに行かれてた時は何年ぐらいいらっしゃったんですか？2015年から2020年までの5年間ですね。5年間ぐらい、5年ぐらいいらっしゃった時って基本的には何されてらっしゃったんですか？そこで商品の多角化をしようということで、ナイジェリアでも味の素以外の商品を作ろうと。でまず最初は開発部隊を作らなきゃいけないということで、初代 R&D 長として、ね、行きましたと。じゃあそれで実際ナイジェリアに出るわけじゃないですか、はい、ちょっと R&D の作り方も知りたいんですけど、はいはいはい、今そもそも一つの製品しかできてないんです、うん、そこから新しい商品を作っていくってなった場合って、うん、どういうふうに調査をして、うん、どういうふうに商品とかを決めていく、うん、ああなるほどですね。まずはナイジェリアの食生活を知るっていうところが一番大事ですよね。やっぱどんな料理があり、うん、どれぐらいの喫食頻度でメニューの登場比率が多いものとしてはどういうふうにあるのか、でそれぞれがどの材料でどうやって作っていくのか、はい、簡単に作れるのか、結構失敗しちゃうポイントがあるのか、うん、商品って必ず何かの消費者の不満を解決してあげるっていうことがあって、うんはい、初めて商品として価値があるんですね。そこの価値に対してお客さんお金を払ってくれるので、いや、おっしゃる通りですね、はい、なるほど。でも正直僕からしたらめちゃくちゃギャップがあって、それ駐在されてる方はあんまり現場見ない方なのかなっていうイメージを僕は持ってたんですよそんなそあでもね、よく言われるよね、はい、味の素って泥臭いにも程があるっていうかめちゃくちゃ泥臭いというか、実際に現地の人たちが調理してるところも見ちゃうんですもんね。だって見て聞いて覚えるのじゃなくて、はい、実際にやるんですよ。やば、うん、そうなんですね。やってできるようになった時にその問題点って気づけるんですよね。はい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 、はい、うん、それちなみに小林さん一人でやるんですか、それとも R&D チームを結成してその人たちで情報をバッと取りに行くんですか？行くんですけど、はい、その次のステージを知らない人って気づけないんですよ。例えば、うん、昔日本では鰹節って削ったので出汁を取って使ってました、はい、その作業ってやっぱり10分から15分かかるんですよね、うんうん、でその時のその人たちに、うん、なんか困ってることありませんかって言った時に、いや実はこれ削っててね、これが簡単できたらいいなっていう声は絶対出ないんですよ、うんうん、そうですよね。それが当たり前になっちゃって、当たり前すぎちゃってるから、うん、何も不満がないんですよ、うんうん、でそこで今味の素の中ではね、本出汁っていう商品があって、スプーン一杯で今の作業の十何分が一気にできちゃうっていう話ですよね。で鰹をちゃんと大事にしてるし、その時にそれを見た人が、あ、こういうソリューションがあるんだってそこで初めて気づくんですけど、はいはい、ナイジェリアの方って R&D でもその次のステージを知らないからわからないですよね、うん、そっか。いやなかなかできないものですよね。やりたくない人がやったら苦痛でしかないと思いますよ、それじゃあ実際それを調査するじゃないですか、半年とか、まあ、もっとかかると思うんですけど、それぐらいかかった後どういうふうにそれを商品化につなげていくんですか？そうですね、まあ、今回ね、遊牧民とかの生活にも密着して、うん、パオみたいなところで寝泊まりしてる人たちのところを4日間とか通ったりするんですけど、やっぱりそうすると全ての中で共通点があったんですね。何ですか？円盤状のおせんべいみたいなものが出てくるんですよ。それ、でそれを粉にして使ってるんですよ、はい、
それ調味料なんですよね。調味料ですね。すんげえ臭いんですよ。それはどこ行っても必ず出てくるもんですから、はい、どこで売ってるのかっていうと、はい、市場の中でいつもハエがすごいたかってるんですよ、匂いが強いんで、そうだった。でそれを使わないと作れないということで調べたら、それは実は納豆だったんです。納豆、はい、アフリカに納豆あるんですか。はい、実は西アフリカ全域に納豆があって、納豆っていうのは大豆から作ったわけではなく、向こうはイナゴ豆っていうんですね、あの結構大木なんですよ、はいはい、でかい木にこういう鞘ができて、はい、鞘の中に種があるんですね。へー。その豆を使って納豆菌で発酵させたネバネバの納豆があるんです、はいはいはい、納豆っていうのは日本の場合だとご飯にかけて食べるんですけども、実は世界的に見るとご飯にかけて食べるっていう国はもうほぼ日本しかなく、アジアの国でも納豆はあるんですけども、はい、まあ、みんな調味料なんですね。一回乾燥させて、納豆が作られるエリアって大体電気がないんですよ。なるほど。なので作られた納豆っていうのを薄でペースト状にして、うん、成形しておせんべい状にするんですね。それで天日乾燥して、あ、それで保存できるんですよ。ただし問題点があったんです、はいはい、保存できると言ってもやっぱり3週間から4週間にカビが生えてくるんです、はい、それから台所にハエを呼ぶんです。で料理に使う前に一回粉にしなきゃいけないっていう手間があるんです。それと誰が作ったかわからない、しかもハエがたかってるもの、それしか手に入れようがない。実はここは調査したんですけども、その商品の現地の名前でダワダワとかダダワって呼ぶんですけども、これはスーパーで売ってないんです。あ、そうなんですか。我々の調査でやってみると、はい、大体9割の家庭が必ず使うんですね。なくてはならない必須調味料でありながら、ね、誰が作ったか分かんないものしか手に入らないわけですよ。なるほど。なのでここら辺の問題点を全部解決してやって、同じ価格で出してあげて、ただ入れ替えることができれば、これはもう絶対価値じゃないですか。なるほど、確かにそうですね。だからもともとそのまませんべいみたいな形でやったものは粉状でパックしておけばそれを解消できると。で我々の商品は2年間の賞味期限をギャランティーするということで、やばー、商品設計しましたんで、それがね、はい、こういう商品なんですよ。これデイダワって言うんですかね。知ってください、見せてください、はい、え、これなんかアフリカでよく見るこのパッケージえ、そうなんですね。ちょっと匂い嗅いでみません。この匂い、あうそ、こんな匂いなんだ。でもこれ入れるとね、はい、やっぱね、はい、ぐんと持ち上がるんですよ。料理がなきゃダメだっていうものですよね、ナイジェリア料理はね。ああ、そうなんですね。で、ちょっと気になるんですけど、商品化はどれぐらい出てきたんですか。製品として世の中に出たのが2020年の1月ですね。わ、やっぱ5年かかるんだ。あ、でも最初の1年目っていうのはニーズ探しなので、実質は3年ぐらいかな。じゃあそういうのを経て商品開発みたいなのをしていくと思うんですけど、実際それ販売されるところまでは小林さん見られたんですか。あ、見てますよ、うん、実際どうでした。声としては、声としては、はい、やっぱりそういうものってなかったんですよ。いや、ですよね、うん、だから最初の発売日って我々 R&D も営業マンに一緒について売りに行って、はいはい、誰が最初の1個を買うんだっていう記録を取んなきゃいけないっていうのがあってそれで最初に買ってくれた方は市場にいた人なんですけど、はい、お子さんがドイツに今行ってらっしゃって、これがないからドイツでのナイジェリア料理にうちの娘は苦労してるのよって、はい、匂いが強いから送れない、はい、いうのでこれだったらいいっつって箱買いしてくれて、箱買いもうすぐにもうドイツに送るって私の娘に送るって買ってくれましたね。いや、それはなんか嬉しいですよね、すごい単純に。で今ねナイジェリアの32支店全部で売る量が作れなくて今販売制限してるんですよ。やば、むしろ、はい、今大型の工場を今作ってる最中いやでもめちゃくちゃすごくないですか。それはで嬉しいですよね、はい、それナイジェリア以外もそういう料理を使われるんですか、はい、いいとこ聞いてくれましたね実はその調べによればですね、はいはい、特にそのダダワが使われているエリアっていうのは、はい、マリとかブルキナファソとか、はい、コートジボワール、はい、ベナン、はい、もうそこみんなすごい使われてる、はい、そこら辺までこうカバーできる準備を今してるんですけど、それめちゃくちゃすげえわ。やっぱりねその先にはねみんながね、あ、こういう商品あってよかった、作ってくれてありがとうっていう、でみんながハッピーになる。やっぱりみんな向こうもね、お母さんも働いてて時間ないんですよ、大変なんですよ、ね、そこは少しでも短縮できたりして他のことに時間が使えたりすればいいかなと、でみんなでハッピーになればいいかなって。いや多分これ聞いた方めちゃくちゃ R&D 面白いんじゃないかって思うと思うんですけど、そういう人たちに R&D やるんだったら一番大切なこととかって何かあったりするんですか。やっぱりその先にある使ってる方が喜んでるっていうオケージョンと、やっぱりその向こうにある笑顔だな、それはずっといつも自分の中でそのシーンはずっとあったんですね、はい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 、あとはもう一個大事なことは、はい、これドネーションじゃなくってビジネスとしてやるってことなんですね。大事。ナイジェリアに元からあるものだけで作っていくっていうのが大事なことで、はい、我々としてはその商品を作って会社としても利益を出し、利益を出したらちゃんと国にも利益の中から税金を払って、従業員の給料についてはちゃんとこれに応じてしっかりと上げてあげるっていうことですね。
いや本当それ大事ですよね。ありがとうございます。はい、はい、この動画では小林さんがナイジェリアで何したのかっていうところをちょっとお聞きしたんですけど、次の動画ではそれを踏まえて今何をしているのかっていうところをお聞きしたいなと思います。はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。